ましたね。僕だけですかね、もしかして。なんだっけ、一人へのコピーバンドをやらせていただいています。現実逃避バンドです。よろしくお願いします。まあ、バンド名の由来がわからない人は、現実逃避 P、ボカロでググってください。チューニングどれくらいかかりそう？もうちょっと頑張って。もうちょっと OK。 僕、ギターボーをめちゃくちゃ久しぶりにやるんですけど、去年2020年の2月ぶりだったんですね。 SMC のアカウント見て数えたら大学2年ぶりとかなんですけど、まあね、今日いっぱい歌上手な方いっぱいいたんですけど、まあ、僕そんなに上手くないし歌がで、おいで、ギターもなんていうんです、飛び抜けて上手いわけじゃないんで、全然飛び抜けたというか、まあ、全然上手くないんで、ね、まあ、僕にできることといえば、ね、気合をぶち込んで、なんだっけ、これ考えてきたんですけど忘れちゃいました。気合をぶち込んで余分な力抜いて頭空っぽにして全力で踊ることなんで、踊って歌うことなんで、皆さん一緒についてきてください。で、まあ、残りの2曲、最初の2曲が、ひとりえっていうバンドで出した曲なんですけど、残りの2曲は、ウォーカさんっていう、現実逃避 P っていうボーカル P の方がボカロ時代の時に出した曲なんで、それをひとりえでカバーしたものをまたカバーさせていただきます。皆さん、そんな前で大丈夫なんですか？踊れます？あ、踊りの余白？それもしかして大丈夫ですか？ちょっと、ごめん、知らなかった。じゃあ、まあ、そこ最前線としてね、皆さん踊っていただいて汗かいて楽しみましょう。残り4番なので、じゃあ残り2曲いきます。ひとりえバンドでした。